10月21日生まれ、東京都出身22歳、アメリカ人の父と日本人の母を持ち、東京ヴェルディのアカデミーで育った大型ゴールキーパー。プロ入り後東京ヴェルディで3年、昨年は期限付き移籍で FC 岐阜にてプレー。アンダー19アンダー21と日本代表に選出されてきたことからも分かるように、ポテンシャルは十分。その資質を開花させ、さらなる進化を遂げるべく新たな挑戦の場に選んでくれたのが我がクラブ川崎フロンターレです。ゴールキーパーとしてまさにこれから、期限付きでの移籍の加入ですが、チャンスはどこに転がっているかわからないのがプロの世界。加入1年目から韓国代表でもある絶対的な守護神チョン・ソンリョンへ挑戦します。ホープ、ようこそ川崎フロンターレ。それではホープ選手、サポーターの皆さんへ挨拶をお願いします。こんにちは。東京ヴェルディから来ましたホープ・ウィリアムです。このような素晴らしいクラブに来れたこと、本当に嬉しく思います。一日でも早く轟きのピッチに立てるように全力で頑張るので、熱い応援をよろしくお願いします。すみません、ありがとうございました。本当に自分はポテンシャルって言われてきて、今までそのポテンシャルがようやく開花してきたなって自分でも少し自信があるので、本当に今年戦っていけるよう、他のゴールキーパー陣とバチバチやりながらありがとうございました。